ブレイゾン 6.MH なんですけども、今はフリーリーグで使ってるんですけども、もちろん、ラバージグだったりテキサスだったり、バックスライドリーグだったり、まあ、そういったカバーゲームはもちろんのことなんですけど、まあ、MH という、まあ、この竿の本当のいいところはまあ汎用性が高くて、スピナーベイトだったりバイブレーション、あとワースイングジグ、まあ、そういった中から重量級のルアーを、この1本の竿で、使用することができます。このカーボンモノコック手のあたりを意識して、設計されているのでめちゃくちゃ投げやすいですね。本当にバーサタイル性能がすごいので、もうおかっぱりの方にはぜひこの1本を使用していただければと思います。このニューブレイゾン 68MH はパワーフィネスに最適なロッドとなっております。で、僕は、まあ、こういった 2.5g か 4g 前後のスモラワーを置いて超人釣りにすごく重宝します。パワーフィネスなんですけども、まあ、こういった軟骨フラクのカバーに、ベイトでは投げれないような小さなルアーを、入れることによって、まあ、プレッシャーのかかった大型バスを、釣ることができます。軟骨フラクのカバーを攻めることもできますし、テーパーがレギュラーファーストなので竿全体のパワーでぶっこ抜くことができます。じゃあブレイゾン 66M で、でルアーがメタルバイブ SS10g、 ちょっと沖に投げてみます。まずめちゃくちゃキャスト飛びます。まあルアー全般からこういうメタルバイブだったりワームの釣りですね、まあ、感度がすごくいいロッドなんで、まあ、すごくボトムの地形が分かりやすいですね。もうリフト&フォール、今ボトムつけてこう上げての繰り返してるんですけど、本当にすごく分かりやすいです。まあ、こういう岸から遠いところ投げてもしっかり当たりが取れます。まあど真ん中の一本なんで、あとこのフィールド行ってもまあすごく活躍してくれる一本だと思います。まあ、66M の番手は、まあ、ルアーで言えばクランクベイトだったり、まあ、バイブレーションで、今からの釣りによく、まあ、使用するジャックベイトだったりメタルバイブ、ワームの釣りで言えば、まあ、ワーム全般もいけるんですけど、まあ、おすすめなのがフリーリークだったり、まあ、ライトデキタスですね。こういう沖の地形の釣りでも釣れるし、まあ、巻きでもすごくおすすめの一本となってます。64L の今ソリッドタイプを使用してるんですけど、まあ、よくダウンショットリグでソリッドタイプ使用することが多いんですけど、まあ、こうスラックシェイクしたときに、まあ、すごくボトムの起伏ですね、すごく分かりやすくて、まあ、チューブラでは捉えきれないものでもしっかりソリッドが補ってくるんで、まあ、こういうダウンショットリグですね、ぜひ使ってほしいですね。こういう細かいシェイクですねにもすごく使
返すんですよ。